闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。スポーン、はい、始まりました。日刊マインクラフトの時間でございます。いやー、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。そして私がショートカット男キックマックスです。ハルマットです。よでーす。さあ、前回ですね、ゆうの里な殴りアコライトだっけ。殴りアコライト。そこにですね、我々突入しましたが、見事に玉砕ということで、今回再度挑戦しに行きましょう。ちょっとですね、その前に、実は超作業台でめっちゃ強い防具が作れるんですよ。はい。まあ、貴重なアイテム使うけどね。今回、ちょっと見てみましょう。どこだっけな。強いってどんぐらい強いの？いや、だから、まあ、最強というか、強い。いや、全然ダメ。わからん。あ、まずこちらですね。この、見えてませんけど、もうこれ、わかります。これがエストレイヤという釣りで手に入る貴重品です。で、これがサンとムーンですな。これと2種類多分今作れるんで。ああ、これも作れますな。職業すべての魂と X エリクサーで作れるんですよ。これ結構作りやすいというか、まあ、X エリクサーさえあれば作れるんで、結構いいんです。こっちはユグドラシルっていう装備らしいんですけど、これも強いのかな。ちょっとお時間。ユグドラシルと名が付いたものは大抵強い説。お時間ください。寝てる。ドンガクネロ。家宝は寝て待てってな。ドンガクネロ。たけしさんの真似してみて。ごめん、ち。ダンカンこの野郎って言ってみて。ダンカンこの野郎。死にそうなジジイみたいな感じだったけど。ちょっともうちょっと真面目にやってみて。チューニングしてる、チューニング。ダンカンこの野郎。え？いや、それえってなるわ。キックにやってみて。ちょっとダンカンこねろって。ダンカンこねろって。ゴーストノート入れただけだろ。あー、ゴーストノートそこで入ってきた。あ、ちなみにそういえばさっき貴重品見てたら、この魔導書ってアイテムはノックバック耐性が 0.5 ついてるから、これ結構いいで。ノックバック。ノックバック抵抗が半減するから。あ、抵抗半減したらあかんよ。抵抗半減しちゃった。抵抗半減はいかん。そろそろ装備もどんどん使ってこうよ。まあ本当にね、あと残る島は5つだからね。まあそのうち。やばいよ。ラストエリクサー現象起きるぞ。持ってないのと一緒だから使わなかったら。そのうち1つはやばいんだけどね。その情報はいらない。先のやばいものを知らされても困る。ノックバックできるもの自体も結構いいよね。まあね、あのね、でもね、残念ながらですね、後半の敵、基本的にノックバック耐性がもうあります。僕かなりノックバックついた武器持ってったんだけど、全然ノックバックしなかった。ドナルエオエオ。ドナルドエオエオ。ドナルドナルドドキドキ。エオエオの噂、夜中3時に、あー。靴下だけで徘徊。やべえ、変態で捕まる。やば。完璧に事案発生でしょ。この時期寒くない？関係ないでしょ。いや、まあ、関係ないでしょ、そういうの。マジで関係ないのかよ。そんな状態お前高ぶってんだろ、どうせ。高ぶっちゃった。どうせ。これはちょっと。これ変態やろ。お前だよ。テン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 。どうした、いきなり。どうした、急に無敵になった。あ、木でいるってこと。俺は無敵だった。キックンすげえ最初の方に俺は無敵だってめっちゃ言ってたよね。俺は無敵だって言ってたよね。言ってた。懐かしい。でも無敵じゃないことに気づいてから言わなくなった。ああ、まあそうだ、いつかは気づくからね。まあけど、それだとしたら気づくの遅くない？確かに。つい5年前とか6年前の話。でも社会に出て、いろんなものに押し潰されて気づいた。だから気づくの遅くない？30代。
むしろ30まで押しつぶされずにいたのが奇跡だ。そうだ、今の口ぶりだとそうだね、うん、それまで負け知らずってことですよね。全然頑張った方よ。地元じゃ負け知らず。やべえ、俺頑張ってた。デックノボーっていうアイテム何の意味があるんだろう。あー、説明何も書いてないの。持つとデックノボーになれる。子供時代最強のマスターソードで攻撃力高い。でででででで、あ、なんかくれた。デクノボー。それはつまりキックンがデクノボーだって言いたいのか。なるほどな。言い得て妙だな。納得。まあ、今更売ってるようなアイテムはそんなに便利なものないと思う。言うても。でもまあ、エメラルドとラピスラズで交換できるから。うん。いや、そうなんだけど、いちいち交換しに行くのがめんどくさくてやってなかった。結局。エメラルドスプラッシュ。どうせ死んでなくすし。でもこれだいぶ早いっすよ。破壊する。いや、だから能力は最高なんだけど、どうせ死んでなくすだろ。死ぬとか考えるなよ。あ、すいません。いいか、負けた時のことをイメージするんじゃない、勝った自分をイメージするんだ。はーい、よし、エオエオ、分かったな。はい、勝った自分をイメージしろ。どうだ。あ、勝った、もう勝利目前。嘘だ、勝ってねえじゃねえか今、勝利目前って。よし、さあ何から作ろうかな。3種類できるから。何に何一番強いのどれだろう。一番強いの多分あれだと思うんだよな。じゃあユグドラから作ろうかな。レッツオープン。できたー、来たー、ユグドラシル。おお、ユグドラシルはね、ま、基本性能が高い感じかな。耐性が一つの装備にめっちゃついてるから、そのダイヤ装備の中に一つ混ぜるとすごいいいかも。さあ続いてはこちらでございます。こちらはできました、ファンタズマ。ファンタズマすげえ。いやー、これノックバック耐性プラス1ついてる。神装備現る。神を殺すために神によって作られた白く幻想的な防具。これでちょっと行ってみよう。行ってみよう。行ってみよう。さあ行こう。朝日ビール園。朝日ビール園。持ってかなきゃいけないのがいっぱいありすぎてわけわからんのだよ、もう。やべ、なんともなかった。怪しい。アロマ、ジオクラあるなら連発してくれ。上から。どこ？これ一匹殺したな。おお、いいぞ。一応こういう時のために水チェストだしね。大丈夫か？大丈夫だ。昔どっかの召喚師が額縁破壊したからな。ああ。俺に任せろ。どこのどいつだ。俺はそれを見た時怒りに震えたよ。確かに。とんでもねえ奴がいたもんだな。ああ。これは回想シーン入りますね。回想シーン。1回目はしょうがないのかなと思うけど、2回目はさすがに殺意。すいませんでした。行くか。よし。グッピー。誰今のヨッシーだけど。あ、バケツ持ってけ、それ忘れてた。バケツ。すげえ、あいつペットめっちゃ連れてってる。しかも早い。どうしよう。ペットがいると便利。殺した。今殺人者がいたよ。なぜやったんだ。行くぞ。俺は乗り込むぞ。勝ち込みじゃ。勝ち込みじゃ。ほら。行ってねえのどこだ。さ、この下にあるんだった。オッケーオッケーオッケー。そこで壊しまえ。スピードプレイ。オーエス。はい、ルナチなんですよ、ここ。あー、でもルナチよく壊した。ナイス。ルナチ壊したのでかい。ルナチ破壊計画？ルナチ破壊計画。ルナチ破壊計画。よし。ここは？ここでも本当に集中はしてないから。それだけだいぶ。あー、出てきたよー。殺した？近くにいれば、ニフラムやるから。無力化できるけど。この辺で食らった。あー、でもわからん、あいつ。ワープしてきたやつだから、今の多分。俺わからんな。あー、しまった、松明持ってくんの。くらった、アロマ、松明やる。こっから上に行け。三角様だ。三角様どこに。すげえ、でもうおー、ノックバックなし。あー、やっぱりファンタズマ超耐久力ね。もう半分なってる。ダメだこりゃ。やべ、使えねえ。使えないよ、シバリスくん。ここどこ、あんなところに。どうなってる。すげえ怪しいとこ見つけた。暗い
空雷の試練だ、空雷の試練。うわー、かぶっちゃった。最悪なかぶり方だな。でも そんなにかぶせていく。アホみたいに湧いてないな。もうクリアしたっちゃう、これ。いや、まだ上あるんじゃない。冗談です、冗談。すぐクリアとか言うのよくないですか。まあ、おー、こんなとこにあった。あー、これあれだ。このタイプってどうすればいいんだっけ。結局水流してだな、これ多分。あいつどこ行った。わからん。水どっかにないかな。ここ違う、ここ入り口だ。入り口か。じゃあこっからまたどっか上行けんじゃないの。それあっち側に行ってみよう。あっち側の施設行って、マジかよ。行って、これ無理だわ。逃げよう。起死回生の一撃で。うわ、ブロスポンブロックだ。あ、よし、岸影様。あ、やばい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 。いや、早く溶けてくれ。くそ、ダメだ。こ、いやー、ダメだな。取ります。永遠と食らってる。インフラムトラップしてもなぁ。あ、あそこにスポンブロックある。ボミオス、ボミオス。こっち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 、ここ外、外。外出たとこ。あそこ危ない。さら、私を導いてくれ。誰か。いや、とりあえず俺が水に入って。壊した。多分三角様これで封じられるぞ。ゲー、こいつか。青い、青い稲妻湧いてる。青い稲妻。お、やべえ、合流した。合流した。回復頼みます。チーマ合流券。この先にね、ルナチーがいるから気をつけろ。埋蔵金。あ、ルナチー来た。でもこのルナチーは無効化済み。うわ、すげえいる。ダメだ。MP が足りなくて2グラムもできない。こっちにいっぱいいるね。そう、そっちにいっぱいいんだよ。それ、何スポーナー、なんか、どこだ、やば、対処できねえ。ね。このすすがみのなんとかとかやつ、マジやばいんだよね。あ、あった、ここだ。ここからすすがみのみこし、アタック、湧いてた。みこしやないねんから、ちょっと。どうだ、お、平和になったんちゃうか。あ、ここにもある、なんか。今壊してます。よし、OK。うわ、水スポーナーになった。オッケーオッケーオッケー、これでオッケー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 、アイケー。おいおい、何やってんだこいつら。何やってんだこいつら。おい、楽しく水浴びかお前ら。お、偶然見つけたけど、ま、マックフライポテトだこれ。ちょっとこれ強いやつだ。強いやつ何、装備。ああ、強いやつだ。ほんと来ちゃえばそれ。ああ、確かに。もう来ていいから早く来て。キックンがしてやられてる。うわあ、落とされた。なんだここ。ああ、やべえ。あそこだ。うわ、ナイトメアイだ。ゲー、マジか。ボスはくんかい。ちょっととりあえずアップねー、ぶっ飛ばされる。え、まず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 、僕下に落とされました。浮いて、やべえ、壊れた。ついに開いてて、これもこの近くにスポン…木の中にあるのかな、もしかして。もうやっちまったー。どうした、落とされた。いやー、ほんとノックバック体制は重要だよ。さっき解決したと思ったら全然解決してなかった説、ね、あんな問題外でしょ。あんなそこで壊れちゃったら、どこにね、甘くはないよ。やべえ、あー、ちょっと待ってくれ。本当に一時の感動だ。いや、いや、あそこはもう三角様の独壇場だわ。はい、うんこしてきます。おー、ただいまー。ノックバック耐性があるのはね、あ、イニシエの杖はね、ノックバック耐性プラス6だから、かなりでかいね。0.6。はぁ、はぁ、見てけど。どうした。ついに最適なものを見つけてしまった、俺は。その、なんだ、気になるぞ。うんこマンの帰還でーす。あ、うんこマン帰ってきた。やった、うんこマン帰ってきた。すげえ。もうこれで安心だぞ。うわぁ、すげえうんこだ。何も恐れることはないぞ。この恐れろ、うんこ。まず。いつもうんこは君たちの中にいるんだ。確かに。うんこを讃えよう。これが力なのですか。いや、うんこです。うわ、うんこ、所詮うんこ。うんこ、うんこ、うるせえ。さあ、ノックバック体制の新たなるホープは、ね、昔散々お世話になった、この泉に落ちた斧。こいつをですね、はい、超作業台でちょちょいとやりますと。ちょちょいのちょいやで。さあ、できました。真の泉の女神の斧でございます。なんとこちらですね、ちょっとですね、この説明には書いてないけども、ノックバック耐性が 0.7。1で完璧ノックバックしないだから、0.7。しかも多分他の装備、シマトラの頭とかと組み合わせるともうノックバックしなくなる。ただ問題がありまして、
やっぱあるんだ。泉から出てきた斧がもうないです。ででーん。まあでもこれも釣りで手に入るので、釣りがまさかのここで必要になってくるという事態。あららら。やっぱ時代は釣りか。ああ。耐久がねえんだ、この斧。2本しかできねえ。じゃあ、まず1本は栄養だな。斧が。カーフ役に死んでもらっては困るからな。そうだね。で、残り1本は、そうだな。じゃんけんで。よし。いくよ。最初はグー。じゃんけんパー。じゃんけんパー。あ、キックになってた今。俺は今チョキだね。いや、今グーって言ったよね、完璧に。発音がグーだったよ。じゃあ、脳幹かな。そうだね。いや、それだったらキックン持ってていいよ。チョキだったかもしれないし。斧ボックスに入ってますから。左手に装備しなきゃ意味ないからな。左手やで、左手。おい、先輩頼みますよ。ほんとに。先輩がそれ持ってくれれば、安心か。え、どれどれどれ右下の盾、この泉の女神の斧ってやつ。これでも右下の盾そうそう。ただ、ノックバック体制って書いてないんだよね。でも、おそらく、あるんじゃないかなと思われる。バージョン違いでなかったらざまあ見るーだ。プッピ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 ーだ。ぶっ飛んで死ね。どこ？あこれやこ泉このオノボックスの右下。お前どこにいんだよ。おい何やねん。あ俺の姿見てるのかおい。どこ？ほらほらほらパカパカ開けてるからこのボックスの中や。チェスが勝手に開いたり閉まったりしてた。俺の姿見えねえのかよ、チクショウ。何やねん。どれどれ、どこが開いてる。わからねえ。オノボックスだ、言うとるがな。オノボックス？希望を抱きしめ。MSSP の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。ありがとうございます。MSS プロジェクトは、YouTube そしてニコニコ動画に、チャンネルを持ってますのでぜひご登録の方お願いします。登録ボタンの方ですね、上とか多分この辺とかこれとかこの辺とかあるので、ぜひお願いします。あと下の概要欄にもリンクが貼ってあると思うんでぜひよろしくお願いします。お願いします。